はい、ですか、ポッキーです。今回はですね、橋を作っていこうと思います。もう、これ、職業だよね。今までは、僕、職業は何ですかって聞かれたら、公園のトイレのトイレットペーパーがなくなっていたら、入れ替える仕事っていう嘘をついていたんですけど、今回からは胸を張って橋を作っていますと言えますね。ということでやっていきましょう。再生。よし。あ、やばい。やべ、大丈夫です。なんか、線で、iPad を映してるんだけど、線が抜けたと思ったけど、抜けてなかった。そんなことありますよね。ということで、前回、6までクリアしたので、今回は7をやっていきましょう。スタート。よーし。このゲームはですね、まあ、橋を作ってから、まあ、ジャンプ台を作るゲームだよね。ということで、やっていきましょう。あ、資金もね、ちゃんとあると。なるほど、なるほど。既存のジャンプ台が荒すぎてジャンプできません。おー、なるほど。でも、そういう荒いジャンプ台を行ってみたい。それが人間ってもんだろう。行きましょう。何も考えずにアクセルをフルスロットル。さあ行け、届け。結構惜しいじゃん。頑張れ。おお、着水。うん、素晴らしかったですね。もっとこうやって大きくもう繋いじゃえばいいんじゃないってか、よく考えたらこうやってば、もうだってあれでしょう、完璧でしょう。で、あとここを繋いだけでうまく、もうね、任せておいてください。もうだいぶ作ってきたんで、橋とか本当に。さあ、皆さんできました。とても心配です。まず立つのかどうかが心配です。スタート。ちゃんと立ってくれてるか？なんか音がするよ。落ちてる音が。最悪。ダメだ。だあ、荷物が。荷物が今粉砕した。ちょ、もう一回もう一回。お前ならいける。トラック頑張れ。よし、行け。うわあ、お、奇跡が起きた。感動。これだけで映画一本つける。全米が泣いたね、これは。この後からプランプランしてる、これがね、ポイントです。お、来た。行け行け、お前ならいける。なんで落ちるんだよ。引っかかれよ。何のためのその、あれ、針だよ、お前。引っかけろよ。失敗したし。でも惜しい。いけるいけるいける。これならいける。待って、改良しよう。あ、やった。普通に行った。イエーイ、クリア。普通に行った。イエーイ。でも結構難しい。一つ目からこんなにかかるのか。次行きましょう。いやー、なんか橋よりやっぱ難しいですね。こあれ、飛ぶのを考えてやっていかないといけないんで。なんだこれ。ピックアップトラックがデリケートで衝撃に弱いため、ここで着地用のスロープを作る。あー、なるほどね。優しくやってやると。え、今回どれ動かすの？え、やってるのか。あ、一緒じゃない？え、このまま行くとどうなるんだろう。弱いってどういうこと？はいはいはい。結構さっきから強度の強さを俺は見てきてるんだけど、だいぶ回ってますね。さあ行くよ。うわあ。もう成功みたいなもんじゃないこれ。イエーイ。成功何回、成功何回、お前。何でもありじゃねえかよ、マジで。成功したよ。何もやらなかった俺。まあ次行きましょう。成功って言われたんでね、成功なんでしょう。いやー、テンション上がるわー。何これ何これ何これ。今度はジャンプに十分な助走をつけるための橋を完成。やっぱ、やっと来た橋。もうここまで来ないと橋も作らせてくれないから。ヒント、三角形を安定します。もう、それ分かってる。三角関係安定でしょ。そんなことはもうね、何回も学んでるから。おー、すごい。ここね、橋を作ってくれないから。そしてジャンプ。へぇ、すごいな、このゲーム。結構いろんな要素が合わさってますね。あ、右の方にもジャンプ台を作らないといけないと。さあ、これで完璧でしょ。Oh my god。最悪だ。なんで？はい、でですね、なんとか橋を、保つことに成功しました。おかしいですね。うん、俺橋建築経験者のはずだったんですけど、保つことさえ結構ね、困難でした。はい。ってことで三角関係大事ということで、こちらは完成ですね。うん、なんかあんまりすごい橋でもないけど、やっていきましょう。そしてこちら側も、作らないといけないようなんで、ジャンプ台で飛んだ後の、あれですね、さっき書いてあったクッション的な役割のやつですね。ここに、ドラム缶があるのがすごい気になるんですけど、中身は何ですかね？ 100%、いや、120% ガソリンですが、いや、僕はね、ファンタが入ってると信じております。では、やっていきましょうか、早速。まずこの橋だよ。行くよ。ゆっくりがゆっくり。早く行ってもいいことはない。ゆっくりね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あー、かか、完璧。上はいらないんです。さあ、そこで勢いつける。あ、まずいかも。あ、終わった。これ終わった。ちょっと、忘れてた。そうだ。ゆっくりもいけないんだ。ちょっと待って、もう一回。もう一回、もう、フルスロットで行きましょう。壊れんなよ、橋。頼むよ。オッケーオッケーオッケー。いけーい。そして、
一回転してバッ光ってたよ、なんかキラキラ。なんだよこれマジで。イエー、ということで次行きましょう。あ、キャンペーン1クレアですね。2が解放される。お、ロック解除、イエーイ。砂漠ステージですかね。5ステージくらいまであるそうですけど、やっていきましょう。2、やっと2か。結構ここまで長かったな。なんだこれ。あ、ジャンプ台でこのビルを飛び越えるって感じ。なるほど、ここにガソリンがあるので危険ってことですか。なるほど。ゴールは、うわ、すごい長い。え、めっちゃ長いんだけど。一回飛び越えてちゃんと着地してもう一回飛ぶという感じですか。うわ、難しいなこれ。まあ、いや、頑張ってやっていきましょう。さあ、ではですね、簡単に3つとも完成しました。なんかパパッとできましたね、ジャンプ台。まあ、行くかどうかは分かりませんが、では行きましょう。信じてるぜ、ジャンプ台ちゃんのこと。いけ、一つ目のジャンプ台はクリア。当たんなよ。当たった。もう計画と違うけど大丈夫。あー、そこに、うおー、マジか、自分から壊していく。あ、まだ生きてる。なんだ、終わった、終わりました、うん、さあ、回路しました。だいぶ角度を上げたので飛んでくれるでしょう。当たんなよ。あ、全然ダメだ、逆にダメだ、逆にダメだ。おお、何が起こるの。優しい肩をかけましたね、これ。これあれです、相手を脅す攻撃。余裕だぞと見せております。状況全然余裕じゃないですが、うん、バカですねこれは。超えろよ、超えろ。ナイス、よくやった、ちゃんと着地しろ。オーケーオーケー、うまくいった。大爆発して大丈夫、計画通り、いいね。え、旗取れてない。嘘、え、ダメなの今の、マジか。え、旗取らないとダメなんだ。うわ、また謎システム、これね。こういうのあるから橋ゲーは気を抜けないんだよ。でも大丈夫、これでいける、このままで。ここでちょっとスピード落とす。 OK、 よくやった、素晴らしい、イエーイ。みんなハイタッチよ、ハイタッチ、イエーイ。さあ次行きましょう、どんどん行くぜ。いや、楽しい、本当にこれ。なんだ次。え、一部のステージは赤色の建設禁止エリアがある。なるほど。あれですか、京都ではなんか、景観を損なわないために高いビルが建てられないみたいな、そんな感じですかね。うん、ここでやる必要あるかな？砂漠だよね、周り。さあ、ちょっとね、一つ作ってみたんですけど、これでいけるのかな？ちょっと行ってみますか。どうなるのか全然予想できない。こう行って、あ、全然ダメだね。なんかすごい上に跳ねたけど。あ、でも結構、あ、計画通り。うわー、そうなるか。なるほど。で、ちょっと待てよ。じゃあ、どう作ればいい？こう来て、ここゆっくり行きましょうか。ゆっくり行ったらいけるかな。ちょうど、これ運転センスもね、問われますね。あ、全然ダメだ。あ、いいんじゃない？こう行って、下がってきて、一旦ここで止まる。そしてもう一回行く。あ、これ登りきれないか。あー、3階に停車。あ、これ壊れるんだ。あー、なるほど、別に上に上がらなくてもいいのか。それが分かれば結構簡単になったぞ。あまりスピード、あ、いいいい、いけいけ、ぶっ壊せ、よし。で、乗り込むよ。おー、うまくいった、飛び越えろよ、届け俺の気持ち、やった。イエースイエースということで、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ですね、無事にクリアすることができました、キャンペーン2。次回も、あと少しやっていこうと思います。まあ、まだまだあるんでね、まだまだ遊べそうです。いや、やっぱ橋もね、作れて、ジャンプ台も作れて、なんか、今までのゲームの総集編みたいな感じで、とても楽しいですね。ということで、もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してやってね。ではまた次回お会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。